せー。はい、月曜日。だからたまにふと、人生って素晴らしいって、なんかドキドキワクワクしてくる瞬間ないっすか？あるんすよ、僕中学校とか高校生の時、なんか月に3ヶ月に1回ぐらいなんか駅のホームの階段降りたりしたら、なんか急に自分の未来が輝かしくてすげーテンション上がる時あるよね。あるんですよ。なんか今ちょっとそういう感覚がありました。晴れてるからかな、昨日舞台見たからかな。はいはい、おう、9月30日月曜日、いってきます。ありがとうございます。はい、フェティアショー、よし、フェティだよ。7時10分ジム行きます。あのね、大声出してうるさいんじゃないかと、近所迷惑なんじゃないかと言われるんですけれども、防音がすごいんですよ、うち。すごいよ、これ本当に。で、隣の方ね、YouTube の視聴者さんです。そしてリクルートです。前エレベーターで会いました。もしうるさかったらすいません、言ってください。控えますんで。でも多分壁ほんまに防音すごいからね、マジで。廊下には聞こえてるかもしれんけど、この横は多分大丈夫。僕の旅の話、大学生の時金持ちやからそんな旅できたんじゃないかって言うんですけどね、僕はね、ものすごい貧乏旅をしてましたよ、本当に。もう野宿で、その長距離バスポーンってヒッチハイク、どの旅にいくらかかったか全部ブログにまとめてるんで、概要欄に貼っとくんで見てください。ですね、マジで秋葉ブログは、僕はですね、もうまだまだね、未熟者ですよ、本当に。他の、なんだ。まあ、僕 YouTube やってるのはね、僕が頑張ることでみんな頑張って、こう、モチベーション上がって、もっと、ボーンってこう、いい感じになると、やる気が出ると、行動につながると、そういう価値を提供したい。で、僕が、原告側があれやけど、まあ、他の自己啓発系の YouTuber、自己啓発系じゃんかわからんけど、鴨頭なんとかとか、例えばなんだ、学さんとか、すごい人がいるじゃないですか。でも僕、もう彼らもう行っちゃってると思うんですよね。もう行っちゃってる。結果がボーン、実績ボーン行っちゃってるんですよ、多分。で、なのでなんか発信してる内容って結構こう、まあ、上からじゃないけど、結構ノウハウを伝えてるような気がしてて、一方で僕がやりたいのは、僕はそれがまだできないし、なので僕がやりたいのは、まあ僕もまだまだですと。みんなもあなたも一緒に頑張ろうってこと。そう、それやわ。一緒に、こう、まあ、同年代、しかもこの YouTube の視聴者 96% が男、96% 男性、4% が女性です。で、2、30代の男性がもう 80%、90% ぐらい。だから、もう同世代の方が共感してもらってると思うんですよね。あなたが。だからそんな人たちと一緒にこう進んでいきたいんですよ。そんな、ね、最高やん。はい。で、こう YouTube 見て、やる気出たとかは、なんかモチベーション上がったじゃなくて、そっから行動まで一緒にやりたい。思考が変わっても行動が変わらないと何も世界は変わらないから。だから行動したいね。一緒に俺も行動するから、みんなもあなたも行動しよう。モノマネやります。大阪のヘップ5、4階イングの女性ショップ店員のいらっしゃいませ。いらっしゃいませよ、どうぞご覧くださいませよ。続きまして、ナンバーシティ地下1階チャオパニックの男性ショップ店員のいらっしゃいませ。せーよ。続きまして、ルクア3階ビームスの男性ショップ店員のいらっしゃいませ。せっ。
今日も最高の一日にします。はい、いてやす。はい、銭湯に行こうとしましたがですね、今日はなんと定休日でした。やってしまった。どうする？飯行こう。飯行こう。金がカスや。はい、行ってきます。はい、帰ってきました。ちょっとね、腹筋がね、雑魚いんで腹筋を鍛えます。はぁ、まあ全部雑魚いんですけど、特に腹筋がね。あっちゅー、あっちゅー。最高の一日にします。よいしょ。はい、10月3日木曜日、いってきます。最高。え、YouTube 載せる。はい、帰ってきました。飲み会から帰ってきました。はい、やりますよ。人生は短いんで、今日っていう日は今日しかないんで、ベストを尽くします。ベストな毎日がベストな人生を作る。今この瞬間、自分のベストな行動は何か。理想の自分なら、自分がなりたい理想の自分はどんな選択をするか、どんな行動をするか、そうやって生きてます。そうやって生きていきたいということでですね、ジムに行く。俺はジムに行く。最高の一日にします。晴れてる。企業家の皆さん、若手企業家の皆さんとお待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、秋雄は一番いいのね、有言実行、言ったことはやる、これ一番かっこいい。秋雄のそのつながった感じのどっしりした感じ、かっこいいと思う。秋雄は不安とかも一緒に抱えて走れる男だよ。おーすげえかっこいいな。いいね。秋雄は太陽だし、あの野に咲く花にもなんかなれるというか、両方の性質がある感じ。うわー、いいね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 。秋雄は周りの人に優しさとか、その笑顔と優しさで温かくして優しさと強さ両方持ってる。いいねいいね。ありがとうございます。秋雄最高、秋雄最高、秋雄最高。最後にいいねで締める。アキオ、みんな本当にありがとう。これからもよろしくお願いします。